すべての人々が魔法を使えるこの世界。これは魔法がすべてのこの世界で、生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の暴牛に入団したアスタは、仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱い奴が存在する価値は、俺はそんなお前を壊すため。そうだよ、じゃあ俺を壊してみろ。そのつもり。いける。そんなバカ。邪魔なものは全て排除する。まだ戦える。しまった。これでまだ戦える。なんだ。今だ。今だ。しまった。そんなバカ。諦めないのが俺の魔法だ。これで今よ。いける。しまった。そんなバカ。そんな。まだ戦える。今よ。疾風の白弓。邪魔なものは全て。いける。どけ。いける。邪魔なものは全て。まだ戦える。どけ。これで邪魔なものは。いける。邪魔なものは全て。まだ戦える。これで諦める。今よ。どけ。邪魔なものは全て。まだ戦える。いける。しまった。負けた。いける。今だ。任せろ。見たか言うの。やるな。アスタ。邪魔だ。消えろ石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そして、それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵。丘陵って。丘陵っていうのは昔は領地に。この辺りは昔フレーゼ卿という貴族が治めてたんだよ。フレーゼ卿？先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。未来を見通す力を持っていたらしい。戦いにおいては敵の動きを先読みし、
商売においては相場の動きを先読みし、弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ、すごい人だったんすね。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて一族みんな亡くなったとか。無情だよね。でもおかしくないっすか。何が。未来がわかるのに盗賊に襲われることがわからなかったのかなって。ああ、当時もそういった話はあったみたいだ。でも結局一族みんないなくなって真実は闇の中さ。未来を正確に見通すなんてせいぜいよく当たる占い程度だったんじゃないかしら。おしゃべりはそんくらいにしろ。着いたぞ。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。
けねえ。俺は負けない。まだ戦える。つもりなの？俺は戦いは専門外なの。闇団長、こっち片付きましたよ。ん？聞こえてないのかな？団長、入りますよ。闇団長、大丈夫っすか？返事くらいしな。ちょっと、あれ？闇団長じゃない？どういうこと？団長と同じ名前よ。俺に聞かれても。まさか何か変なトラップ魔法に引っかかって。じゃああれ、闇団長なのか？俺たちのこと、記憶も一緒に若返ったのかも。なあおい、そこのチビ。なんでしょう？ここにもう一人カルナって女がいたよな。いや、見てないっすけど。あ？てめえふかしてんじゃねえぞ。身長半分にされてえか？本当です！闇さんしかいなかったっす！怖え！若いなのにむしろ怖え。そっか、じゃあいいわ。ちょ、どこ行くんすか？その女を探す。いやいや、先に医者でしょ。アスタ、団長を止めるわよ。おちょ、俺たちと帰りましょう。なんだこれだ、やんのか？俺はやんないよ。援護するわ、アスター。いいぜ、力ずくも嫌いじゃねえしな。いけ！いけ！なんだ！一気に戦えないよ。戦える。いける。
いちいちめんどくせえな。任せろ。どうだノエル。まあまあね。くそ、これほどけ。ぶっ殺すぞ。つえ、二人がかりでやっとかよ。やっぱり団長なのかしら。この若さでこれだけ強いんだし。ねえ、本当に連れて帰るの？